内皮型一酸化窒素合成酵素、または一酸化窒素合成酵素3は、人では7番染色体の7935から7936領域に位置するノス酸遺伝子によって高度される酵素である。この酵素は、一酸化窒素の合成を行う3つの1、酸化窒素合成酵素のうちの1つである。脳は、気体の新友性低分子で、いくつかの生物学的過程に関与する。 他の二つのアイソフォームは脳の特定の神経細胞で工場的に発現している神経型と一般的には炎症性疾患で発現が誘導される誘導型である。エノスは主に血管内皮での脳の賛生を担う。血管内皮は血管の内側表面に並んだ単層の扁平細胞からなり、 内空を循環する血液と血管壁の残りの部分との境界面となる。血管内皮でエノスによって産生されるのは血管緊張、細胞増殖、白血球の接着、血小板の凝集の調節に重要な役割を果たす。そのため、健康な心臓血管系には機能的なエノスが必要不可欠である。 エノスは同一な134ダの単量体2つから、なる2量体で、各単量体は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸、フラビンモノヌクレオチド、フラビンアデニンジヌクレオチドの結合部位である。レダクターゼドメインと、ヘム、アエン、ホインシのテトラヒドロビオプテリン、基質のエルアルギニンの結合部位である、オキシダーゼドメインによって構成される。レダクターゼドメーンと、 オキシダーゼドメインはカルモジュリン結合配列によって連結されている。血管内皮では脳はエノスによって L アルギニンとヘム元に結合する酸素分子から合成され、最終的には脳とエルシトルリンが形成される。エノスが効率的に脳を産生するためには保因子 BH4 の結合が必要不可欠である。この保因子がない場合、エノスは二量体系から 単量体系へと移行し、脱協約した状態となる。このコンフォメーションでは、エノスは脳の代わりに非常に反応性の高いフリーラジカルである、スーパーオキシドアニオンを産生し、心臓血管系に有害な結果をもたらす。エノスは心臓血管系に対する保護機能を持つが、それは脳の産生によるものである。血管緊張の調節は、 脳の心臓血管系における役割の中で最もよく知られたものの一つである。脳は内皮細胞で産生されると血管平らなメスジ細胞へ細胞膜を越えて拡散し、グアノシン3リン酸から環状グアノシン1リン酸への変換を触媒する可用性グアニル酸シクラーゼを活性化する。その後、CGMP はプロテインキナーゼ G を活性化し、PKG は 複数の細胞内標的をリン酸化して、細胞内の CA に濃度を低下させ、血管の歯管を促進する。脳は CGMP 依存的な CA に流入阻害や、またはアルギノアゼやオルニチンデカルボキシラーゼを直接阻害し、DNA 合成に必要なポリアミドの酸性を低下させることによって構造色効果を発揮する。また、脳は血小板の膜を越えて、 SGC の活性化を行い、結晶板凝集を阻害するため、高血栓効果も示す。さらに脳は血管内皮でケモカインと細胞接着分子の発現を誘導する NF、カッパ B を阻害することで、白血球の血管内皮への接着に影響を与える。これらの機能に加えて、エノスによって産生される脳は、スパーオキシドアニオンから過酸化水素への変換を、 触媒する抗酸化酵素であるスーパーオキシドジムスターゼの発現を増加させることで抗酸化作用も示す。脳の抗酸化作用の一部は、血管中のスパーオキシドアニオン濃度を低下させる、ヘムオキシゲナーゼ1とフェリチンのアップレギュレーションによるものでもある。エノスの発現と活性は、相互連結した複数の調節機構によって、転写、転写後、 翻訳後の段階で注意深く制御されている。ノスさんのプロモーターに対する SP1、SP3、s 1 ELF-1、E1、e、などの転写因子の結合と DNA メチル化は、転写調節の重要な機構である。転写後の段階では、一時転写産物の就職、メッセンジャー RNA の安定性、細胞内極在核、 細胞質間輸送によってエノスは調節されている。翻訳後の段階では、脂肪酸によるアシル化、タンパク質感相互作用、気質や保因子の利用可能性、リン酸化の程度によってエノスは調節されている。エノスがミリストイル化とパルミトイル化によって、コレステロールとスフィンゴ脂質に富む、ポケット状の膜管入部であるカベオラに接着されていることは重要である。 エノスがカベオラへ結合するとカベオリン1との直接的で強固な相互作用によって酵素は不活性化される。カルシウムによって活性化されたカルモジュリンはエノスへ結合してカベオリン1に置き換わりエノスを活性化する。さらにエノスの活性は複数のチロシン、セリン、スレオニン残機のリン酸化によって動的な調節を受けている。脳酸性の異常は 高血圧、疾患前症、糖尿病、肥満、勃起不全、肩頭痛などいくつかの疾患の病院に関係している。ノス3遺伝子の多形がこれらの疾患に対する感受性に影響を与えることが多数の研究によって示されている。ノス3は多型が非常に多い遺伝子であるが、広く研究されている多形は G-786TC で見られる T から、 C への痴漢、グルー298アスプ、イントロン4-27ヌクレオチドのリピートによって、特徴付けられる反復配列多形の3つである。G-786TC 多形に関して、C 型アレルは、エノスの発現と脳の酸性が低下し、高血圧、歯間埋症、糖尿病性腎症、糖尿病網膜症、片頭痛、勃起不全と関係している。 グルー298アスプタ系に関しては、アスプ型アレルは、エノスの活性が低下し、高血圧、歯間埋症、糖尿病、片頭痛、勃起不全に対する、感受性の増大と関係している。イントロン4の VNTR は、エノスの発言に影響を与え、高血圧、歯間埋症、肥満、糖尿病に対する、感受性に影響を与える。エビデンスの蓄積によって、 s の3のハプロタイプと疾患との関係が支持されるようになっている。このアプローチは遺伝的多形を一つ一つ解析していくよりも多くの情報が得られる。G-786T、C、グルー298アスプ、そしてイントロン4の VNTR を含むハプロタイプは高血圧、歯間埋症、糖尿病患者の高血圧に対する感受性に影響を与える。 ノス酸の多様性は、スタチン、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、ホスホジエステラーゼンを阻害薬など、脳シグナリングに影響を与える薬剤に対する、応答に影響を及ぼす、可能性がある。スタチンによる治療は、G-786TC タ系が、TT 型の患者よりも、CC 型の患者で、脳のバイオアベイラビリティを高める効果が高い。TC 型、または、 CC 型の高血圧患者は ACE 阻害薬エナラプリルに対しより良い、高血圧抑制応答を示す。同様に C 型アレルを持つ勃起不全の患者はプドマイナス5阻害薬シルデナフィルに対しより良い、応答を示す。まとめると、これらの研究は、スタチン ACE 阻害薬、プドマイナス5阻害薬が G マイナス786。 tc 多型に変異を有する患者の脳酸性不全を改善し、それによって心臓血管系のリスクを低下させることを示唆している。個別の遺伝的多型の分析に加えて、g-786tc、グルー298アスプ、イントロン4の VNTR を含むハプロタイプが、勃起不全の患者のシルデナフィルへの応答に影響を与えることが示されている。 ありがとうございます。